日本近畿地方大阪府大阪市北区東区梅田新道梅田新道交差点右奥のビルは大阪駅前第3ビル。手前側が国道1号、向こう側が国道2号梅田新道はかつて大阪府大阪市北区の大阪駅前交差点から同市東区の淀屋橋交差点にかけて付設された道路。現在は御堂筋の一部区間になっている。 梅田新道交差点や銀行の支店名などにその名を残す。現在では梅田新道といえば梅田新道交差点を指すことがほとんどである。1901年7月大阪駅が現在地へ移転し、2年後の1903年には第5海内国産業博覧会が天王寺今宮で開催されることが決定したことから大阪市の北部と南部を結ぶ。 交通網の充実が求められるようになった。このことから、大阪駅から道島側にかかる大江橋を結ぶ道が作られたのがその始まりである。現在の大江橋、梅田新道の名は、1874年に、初代の大阪駅が現在地より西にできた際、鉄道と水運を結ぶために、梅田入り堀川の園場所2878年の入り堀川に先んじて、道ができ、 これを、梅田道と呼んでいることによる。この梅田道に対して、初代よりも東に移転した、新たな大阪駅につながる道として、梅田神道と呼ばれた。一部区間は、露天神社の南からしじみ橋、大江橋、淀屋橋を渡って船場へ出る、既存の道を利用している。両側にはわらじ屋や,や、入馬車用の提灯、ろうそくなどを売っている店があったという。 1911年には大阪市電建設のため道路幅が12軒幅に拡張され市電が開通した。さらに1926年の都市計画事業の施行により拡幅されている。現在梅田振動自体は未動筋の一部となっているが、今でも交差点の名や銀行の梅田振動支店表記などに名残を止めている。以下の銀行支店は現存しない。 なお、梅田新道交差点北西角にある、駅前第3ビルの1階に関西アーバン銀行が存在したが、2016年2月にグランフロンと大阪29階に移転した。支店名は、梅田支店である。四つ橋筋が北向き一方通行、梅田新道以南が南向き一方通行なので、ここには、南港のバス停しかない。阪急大阪梅田駅を起点としたループのバス。 北高のバス停のみある。狭いエリアを走るので、ルートは公式で確認してほしい。廃止前は、浜南区事業のバスがほとんどだった。ほとんどのルートで、大阪シティバス36号系統と同じだった。この一つ前の大阪駅前は高速バス専用で、現役である。座標、北緯34度41分54秒、統計135度30分02秒。 北緯34.6982003度統計135.5006028度34.6982003135.5006028梅田振動交差点大阪市道路原表交差点の北西の歩道にあるモニュメント大阪市道路原表大阪市道路原表梅田振動交差点東南角の相生日清堂は損保 フェニックスタワーと、住友生命保険御堂筋ビル、梅田新道交差点とは、大阪市の御堂筋と、曽根崎通の交点である。略して単に、梅田新道あるいは、梅新と呼ばれることが多い。国道1号と国道2号など7本の国道の結節点である。日本で唯一、4方向それぞれに、国道1号2号25号176号と見た。 目の上で異なる番号の国道が伸びる交差点と言われており、これに重複して国道26号、163号、165号も梅田新道交差点に集まっている。1952年12月からは7本の国道の起点終点を示す道路原表が設置されている。明治時代より大阪で最初に設置された道路原表の祖といえる理定原表は、 梅田新道交差点の南西に位置する高麗橋東詰めにあり、ついで大阪市役所前に設置されていた。それが同年に、現、道路法が交付され、1級国道、2級国道により、新しい国道番号を決めた際に、梅田新道交差点へと移されたものである。ここより、南、南馬までは、御堂筋の南行き一方通行である。 東隣の交差点は梅新東で渋滞の先頭になることが多い交差点である。南隣の交差点は梅新南である。交差点の地下では大阪メトロ御堂筋線と JR 東西線が交差し、大阪メトロ谷町線がこの交差点を曲がっている。ありがとうございます。